皆さんこんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は経営科学出版の提供でお送りいたします。キャスターは私高家ノート、三橋貴明です。三橋 TV は三橋貴明のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。前回の話難しかったようですね。はい、バランスいいと分かんないと分かんないですよね。面白いです。個人的にめちゃめちゃ受けてるんですけど笑ってるのは私だけだなっていうのちょっと寂しかったんですけど今日は簡単。簡単ですか？こちらね、超人大陸の、動画でございまして、はい、で先日三橋経済塾ですね、はい、経済塾でゲスト講師を務めてくださったこの真ん中の人物、はい、中野武史先生、はい、が、MMT について話した動画があるんですけどね、はい、日本の未来を考える勉強会よくわかる MMT 解説4月22日ですね、はい、この人ボソボソって喋るんですけどすごい人気があるんですよ。うーん、親父ギャグ言うからだと思う。あ、そうですか勝手に決めつけておりますけどもこの中野さんがこの動画の中である、なんだろう、問題について触れてて、それがね相当に深刻だなっていうのを最近私思い始めたんだけど、ということでブログでも取り上げたんですけど、何かというとこれでございます。はい、センメルベース反射。センメルベース反射、はい、よく言えましたねすごいですね私言えなかったからね一回で。センメルベース反射、これ何か、これ何かというとですね、よ、こういうことなんです。通説や常識から外れたことを事実であるにもかかわらず受け入れられない傾向のことなんですけどね、まあ、何の話してるか分かると思いますけど、財政破綻論のことなんだけど、これね逸話の源が実に怖いんです。はい、オーストリアの病院で妊婦さんが次々に産褥熱で亡くなっている状況があったんです昔、はい、その時に医師だったセンメルベイスは接触感染に気づいたんです。お医者さんがその、まあ、一人の妊婦さん見て他の妊婦さん見た時に手で移しちゃってると。その時はね接触感染の概念がなかったの病院に、うん、あれ最近ですからね結構。あ、そう、そうなんです。ということでこれ絶対俺たちが移してるということで、センメルベイスは対策を訴えたんですけど、他の医師たちはむしろ攻撃をしたんです。彼をそんなわけない、そんなわけないと。で、あのセンメルベイスは精神病院に入れられちゃって、で出てきて確か自殺したのかな、非常に不遇な死を遂げたんですけどね。これなんでセンメルベイスの訴えた、これ事実でした、うん、あの医師たちが移してたんです。これが広まんなかったのか、患者を殺していたのは実は医師の手であるという事実が医師たちに受け入れられなかったんですね。これをね、センメルベース反射っていうんです。でね、でこれを考えた時にちょっと今日本とんでもないことになったなっていうのが分かるんです。あの、まあ、日本の財政破綻論の始まりって覚えてますかね。あの佐藤健二先生が来られた時に、はい、財政法45条が何で作られたか話されたじゃないですか、はい、あれは昭和、22年か1947年ですね、まあ、昔なんですけど、本格的な緊縮財政、財政破綻論が始まったのは90年代の中頃なんです。95年かな、竹村正義という当時大蔵大臣だった彼が国会で財政破綻宣言というのをやって、それ以降日本は財政破綻するんだってことになって、97年に消費増税で日本経済デフレ化で、みんな貧困化していったんですよね。つまり財政破綻論こそがデフレ、日本のデフレ化の始まりだったんだけど、この財政破綻論に基づく日本のデフレーションによって何人死んだか、多分ね自殺者が97年から98年かな、いきなり1万人増えましたから、前年比で。そんなに、そんなにデフレになった途端に。で私その例えば土木業界とか建設業界の人たちとよく会ってたんだけど、会ってるけど、はい、結構死んだって。土木の方とかも自殺です。お仕事なくて、そう、経営者が、だいたい経営者が亡くなったんです、うん、みんな。でこれがまあまあ、あの土木の経営者だけじゃなくていろんな業界で起きてみんな死んでったんです。それがあの1年あたり1万人増えちゃったと。それが10年以上続いたんですね。だから財政、もうはっきり言いますけど、財政破綻論っていうのは日露戦争よりも日本人殺した、日露戦争の死者数が10万人強なんで、それ以上ですよ間違いなく。でね、自殺が多い、自殺です、ほぼ自殺。
で、貧困化しちゃったってことを考えたら桁が違うでしょうね。だって97年をピークに日本の実質賃金って15ポイント下がっちゃって、しかもデフレで仕事がない、じゃあ従業員を解雇しよう、リストラしようとか、あるいはその派遣社員にしようとか非正規雇用にしようって形で雇用環境崩れてったから、みんなど貧乏になってた、仕事があっても貧乏ですという状況になったから、貧困化した人って多分数百万、下手したら数千万人でしょうね。それだけの罪を財政破綻論者は負ってるんですよ。セメルベースどころじゃないんですよ、その状況でですよ。その状況で実は彼らが言ってるのは完全デタラメでしたというのが知れ渡っちゃったと、知れ渡ると想像したときにどういう行動を取るでしょうかということなんです。広まらないように、まずそうしますよね。多分ね、こうなんですよ。1、自分の言動が大勢の人々を殺した、死んだじゃなくて殺しただけどね、という事実をなかったことにする。そんなことはあってはいけない。で、2つ目、この上記の因果関係認めないで、それまでと同じ言動を続けることで自己正当化を図る。変わらない。変えちゃったら間違い認めることになっちゃうから、で、間違い認めるってことは自分の言論によって何十万人死んだとか、あるいは何百万人が貧困化したってことを認めることになるから、それできないんでしょうね、人間。強烈でしょこれ。はい。で、当然自己防衛に走る以上ですね、自分を守るために真実を語る者を攻撃するんです。攻撃されてるんです。私のMMT、 MMT だけじゃない、前から同じこと言ったけど、まあ、特に MMT っていうのはアメリカから来てるから大変なんですよね。なかなか無視できない。我々だけだったら無視されてたんだけど、そこに MMT って黒船が来ちゃって同じこと言ってるから、もう無視できないってことで大変な状況になってるんですよ。だから逆の立場だったらどうですか。何の立場ですか。つまり、あの、財政破綻論を言い続けて結果的に自殺者が十何万人増えましたとか、何百万人も貧困化しましたよと事実を突きつけられた時。でも本当はあれしたいですよね、違いましたって言って正しい方向に、正しい方向に持っていくんだけど、でも責任問われるんじゃないかと、いや問われるべきだと思います私は。でも思うんだけど、でも現実的な政治の話だとそこをなんとかごまかしてってやるんだろうけど、私は政治家じゃないんで。でね、財務省がですね、そのゴールデンウィーク明けから露骨に、あの、我々を攻撃始めましてですね、はい、これびっくりしたんだけど、朝日新聞に載ったんですけど、これいつかな、これの前日なので5月6日かな、あ、5月7日だ、当日書いたの私。 MMT に気をつけろ財務省が異端理論に警戒警報、これが朝日新聞に載ったんです。すごいでしょ、はい、露骨でしょこれ財政破綻など結構ないから、そんなこと言ってないそんなこと言ってないけど、政府はもっと借金してお金を使え、こんなことも言ってない、はい、ちゃんとインフレ率という限度があるでしょって言ってるんだけど、まあ、いずれにしてもこの MMT がですね、あの、日本で広まりつつある、アメリカで議論されて日本でも広まりつつあって、財務省は非常に警戒してますよって話なんですが、さっきの超人大陸の動画、これです。4月22日の午後、東京永田町の衆議院議員会館の会議室に10人余りの国会議員が集まったと。自民党の若手議員らが日本の財政問題などを考えるために立ち上げた日本の未来を考える勉強会の会合、これ私も頻繁に講師やってますけどね、まあ、まともな人たちです、はい、自民党の中の。ここで MMT、まあ、さっき中野さんが話してましたけどね。で、この MMT について、まあ、ここ攻略してますけど、あの、要は、あの、これ有料記事だからこの後ろは出してないんだけど、もうめちゃめちゃにですね、批判してます。例えば財務官僚は MMT について、MMT は要するにいっぱいお金を使いたい人が言ってるだけ、論評に値しない経済政策の手詰まり感の表れだろう、ある財務省幹部、まあ朝日新聞がある財務省幹部って書いてるから本当にいるかどうか分かんないんだけど分かんないけど、一応こういう記事が載ってるわけです。論評に値しない、論評に値しないんだったら無視すればいいんじゃないのと、はい、論評してるわけですね論評に値しないと論評してるわけです。こういう時はやばいと思ってる、人間がやばいと思ってる時です。ということでですね、まあ議論になったら負けるのは明らかだから、 MMT 派、まあ、まあ本来我々反緊縮財政、あるいは財政拡大派なんですけどね、に対する個人攻撃、誹謗中傷、ストローマンプロパガンダ、権威プロパガンダ等々で潰しに来てるなと。ここ、あの、書いてませんけど、例えばあるその評論家の方をね、わざわざ、まあ、その人は評論家って形で言論活動してるんだけど、それは官僚でもあるわけ、官僚として言論活動してるわけじゃないから評論家って名乗ってやってるんだけど、わざわざどこどこの官僚とか書いてるの朝日新聞、はい、そうやって追い詰めるみたいな形ですよ。よくそういうことやるなということなんですけど、でさらに怖いのがアメリカ、
アメリカ。アメリカ。アメリカもっとすごくって、MMT の話ですよ。びっくりしたんですけど、これはこの間来た佐藤健二先生がブログ書いてて、びっくりして私も見てみたら本当にそうだったんです。佐藤健二先生のブログ、アメリカ上院には MMT 非難決議案が提出されている。マジだぞおいという。上院、国会ですね、つまり。日本だと参議院議員、参議院なのかな、はい、上院で MMT を非難するっていう決議案がですね、送られたと。で、総数に飛んでみたら本当にマジでした。これですけどね。日本語訳は私の、 跳躍です。つまり適当なんですけど、MMT 非難の上院決議、より非難されるべき対象があるだろうがっていうタイトルの記事なんですけど、記者さんがタイプしている自分でも信じられないのだが、私も信じられないんだけど、とある経済理論、まあ MMT ですね、を非難する決議案が上院に送られた。現代貨幣理論が大きな財政赤字とインフレ率をもたらすことを認識するのは上院の義務だと。だ、経済理論ですよね。言論ですよ、要は。それを上院で非難するっていうので決議案が送られたんです。まあどうなったかわからないんだけど。なんでそれでこの人は記者さんは真っ当な人だから、そんなことやるんだったらとりあえずミルトン・フリードマンのマネタリズムとかトリクルダウン理論とか新古典派のマクロ経済学とかリアルビジネスサイクル理論とか、こういうデタラメな経済学を批判するべきじゃないのっていう、そういう論法の記事なんですけど、その通りだと思うんだけど、ここまでやるんです。熱くなってる。財務省はだからまず60ページを超える MMT の反論資料っていうのも、反論してないんだけど反論資料出して、さらにその朝日新聞に明らかにリークして、それで取材させて、貶めるような記事を出させて、アメリカはアメリカで上院会の上院がですよ、その議会の場で MMT を批判する決議を出そうなんてことをやってるわけですよ。なんでここまで熱くなってるのかね、ちょっとびっくりですけど。でもこれはだからなんでなのって考えたら、結局この問題だなと、センメルベースの反射っていうような話があると、まあ分かってくるわけですよ。パニックなんでしょうね。自分が罪人であると、人殺しであるっていうのが露見しちゃってるわけですよ、はっきり言うと。で、どうしようってことで、もうとにかく MMT とか反緊縮財政派を攻撃して黙らせるしかないと。黙れませんからね、我々は絶対に。どうですか、重いでしょ。重いですね。どうしたらいいんでしょう、これ。どうしたらいい。だって逆の立場だったらよくわかるわけ。いや、私でもやるなと。黙らせるために、一番いいのは本来スルーすべきだったんだけど、アメリカから来ちゃったから財務省もスルーできなくなっちゃったし、ね、しかもアメリカだと上院で MMT が批判されるっていうようなバカな状況になってる時だと無視できないですよね。ということで攻撃をすればするほどですね、 MMT っていうのが知られていくわけです。ものすごい勢いで広まってます。 NHK までありましたから、もちろん批判的ですよ。というわけで私はその MMT なんか適当な批判してるから、みんな、なんか財政赤字は無限に拡大してもいい、そんなこと言ってねえよと。だから正しい MMT の本をゴールデンウィークに書いたんですよ。なんかちゃんと正しい知識を知っていたら、なんかメディアとかでこう取り上げられても、それはね、逆に取り上げないと思います。取り上げやばいっていうことで、あ、なんか自分たちがずっと間違っていたっていうのがバレちゃう、うん。まあ、私はケロってね、正しいこと書きゃいいと思うんだけど、人間なかなかそうはできないじゃないですか。そうなんですね、はい、ということで MMT 本書いて、日本で初めて MMT 本出そうっていう目標で、うん、MMT ポリティクス、 MMT 自体はただの理論なんで、現代の貨幣ってのはこういうもんですよっていうのを説明してるだけなので、その政治色ないんですよね。だから政治でも日本の政治と絡めないと意味ないから、私はわざわざ政治と絡めて書いたのが MMT ポリティクス、まもなく刊行になると思うんですけどね。例えばこういうのどうですか。よくね、その MMT で私がいつも省略する話だと、これとか統合政府、まあ、前回やりましたけど、バランスシートをガサッと一緒にしちゃった、はい、統合政府で考えたとき、政府の支出と民間経済に対する政府の支出と民間経済からの徴税って、これはトレードオフの関係があります。どういうことかというと、政府支出が多いとで民間経済からの徴税が少ないと、統合政府は赤字になりますよね、はい、当たり前だけど、いっぱい支出して税金取れないんだから。でも民間経済は黒字になる。どっちがいいですかねとか、逆はどうなの。政府支出ほとんどしませんと、徴税がばってやりますよと、まあ、プライマリーバランス黒字化ですと、すると統合政府黒字になるでしょうね。え、民間経済は赤字政府の役割って何なのと、うん、自分たちが黒字になることじゃないですよね。明らかにこっちの方が正しいんです、うん、でも安倍政権はあるいは財務省はプライマリーバランス黒字化って言ってるから、こっちに持ってこうとしてるわけですよ、うん、本当になっちゃったら我々がド貧乏になりますよ。論理的に必ずこうなるんですよね。とかね、とか。実は、これちょっと細かいからあんまり話しませんけど、まあ OMF って言うんだけど、
知ってました？日本政府って徴税もなし、国債発行もなしで平気でお金支出できるんです。税金取りませんと、あるいは国債も発行しません。でお金は支出します。どうやってると思います？どうやる？でもね、改めて考えてみたら当たり前ですよ。例えば2018年度が始まりました。2018年度の我々が払う税金っていつ確定します？今ヒント言いましたけど、いつ確定、いつします？支払う税金は確定するのはいつですか？2018年度の税金額が、あるいは18年だね、ごめんなさい、18年だね、2月、いつの2月ですか？何年の2月ですか？2019年の2月、はい、この間確定申告やりませんでした？やりました。あれは2018年の税額を確定したんです、はあ、じゃあ政府はその税金を取れたのは要は2018年が終わった後じゃないですか。19年2月の確定申告で初めて税額確定するわけだから、はい、じゃあ2018年は支出してなかったんですかと。バリバリしてましたよ、うん、税金取らないで支出してたの。そうですね、税金の方が後なんですよ。言われてみたらそうでしょ、はい、これを MMT ではスペンディングファーストって言います。支出が先なんです実は。じゃあ税金取らないで国債発行もしないでどうやって支出してるんでしょう。どうやってるんですか？これです。日本政府は実はこれ本当にこうやってます。財務省証券という、まあ、ただの借用証書ですね、はい、政府短期証券とも言います。これを日銀に持ち込んで日銀当座預金ってお金発行してもらって、それを担保に政府小切手発行してる、支出してるんです。でこれ税金でもないし国債でもないんです、うん、ただの、いやこれ統合政府でしょ。これ統合政府の中にちょっと日銀に行って、俺はちょっと 100兆円発行してっつって、こう財務省証券100兆円って書いて日銀に渡して、100兆円の日銀に当座預金発行してもらって、それで支出してるんです、うん、だから実は税金なんか本来取る必要ないし、国債も発行する必要ないんです。もちろん税金の役割っていうのは前言いましたけど、はい、いくつもあるスタビライザーとか、うん、所得格差の縮小とかあるから取んなくちゃいけないんだけど、論理的には取らなくていいんです、うん、だっていやそんなバカなんて言うかもしれないけど、そうやってるんです。これがないと税金取り終わった後に支出ってことになっちゃうじゃないですか。でも逆ですからね実際は、はい、こういう事実がですね MMT が暴露しちゃったわけですよ。だから財務省激怒りなんですよ、うん、絶対知らないですよ普通に。でも考えてみたら当たり前ですよね、うん、だってその年の確定申告は翌年の2月にやるんだもん、うん、その後税金払う、まあ、追徴課税とか、追徴でいいのかな、よくわかんないけど、まあ、追加 あの税金を払ったりするから、税金取り終わるのはその 年が終わった後なんですよね。でも支出しとるやんけと。スペンディングファースト、どうやってんの、うん、とこうやってます。 OMF っていうのは、明示的な財政ファイナンスとか呼ばれてるけど、私は明示的な貨幣発行って呼んでますけど、もうより露骨にこれを訳すと、もう あからさまなお金の発行です。あからさまなお金の発行、こういうことやってるんですよ実は。やんないとさっきのスペンディングファーストはできないでしょ、うん、でも黙ってたんですよね。みんな絶対知らないよねこんな。絶対知らないですよね。でも言われてみたらそりゃそうだなと、はい、はい、ということでこういうのをですね今バンバカバンバカアピールしてるわけですよ我々。だから、まあ、スキャンダルですね。潰しにかかるんだろうなと。でもいろいろこういうのを知ってたら、こちら側が知ってたら、だからね、スキャンダルが来ますよ来ますよって言ってるとなかなかかけづらいでしょ。私も早く来い来い、国税庁とかずっと言い続けてるから国税が来ない。来たらほらねって感じで、もうめちゃめちゃ攻撃してやるつもりだからね、うん、こういう感じの防御の戦いしないといけないから危なくてしょうがないし、うん、だって向こう側は新聞とかテレビをガンガン使いますから、うん、で向こう何百万人とかの読者とか何百万人の視聴者がいるわけじゃないですか、はい、こっちは数万人とかせいぜい何十万人じゃないですか、まあ、山本太郎さんの対談が22万いったって言いましたけど、うん、これで戦わなくちゃいけないから、でもなんでこんなことやってるのかねと。国家がまともだったら、政府がまともだったらこんなことやる必要ないんだけどね。でもやめないからね、財務省の官僚も見てると思うけどやめないからね。でさっきの大元の問題、この、これですね、センメルベース反射、センメルベース反射、はい、どうしたらいいのか分かりません私政治家じゃないんで。でも多分こういうのをなんとかうまく収めちゃうのが政治家であり政治力なんじゃないかなと思うんですけども、これどう思います？結論はないんですけど別に。どうなんですか？どうなんですかね、はい、センメルベース反射、センメルベース反射をうまくこう落としどころ見つけて、うん、みんなが納得するような形で集結させて、うん、それで財政出動するっていうふうに持っていかなくちゃいけないんだけど、うん、私は政治家じゃないんでひたすら攻撃します、財務省。でもまあコケさん政治家になったらちゃんとこういうのも考慮してやってみたらいかがですか。ということで政治家の皆さんに期待してますよ。